ってるよ。何が？何が？まだどの上？配信が、いや気づいてるよ知ってるよ、自分で始めたもん。ちょっと待って、あれかな、ちょっとないと切れちゃうよね。ちょっと待って、こぼれたこぼれたこぼれたやばいやばいやばい、ちょっと待って、服についちゃった。洗ってきますね。じゃあ洗ったら違うとこまで濡れちゃった。いっか、いいや。でもここしかないんで、置く場所に配信できる場所ここしかなかった。やばい、これちゃう。ちょっと待って、熱い、これ拭きたかった。あー、ティッシュが、ティッシュが取れない。 OK、 取れた。めっちゃ熱いんだけど、これ OK。 これめっちゃ熱いの、このコップめっちゃ熱いんだよね。コーンに、嘘、コーン入ってないよこれ。嘘だ、幻だよそれは。今まで言ったら違う。パン、パンを食べます。そう、これ取ってないんだよね、このスープ、スープじゃないわ、コップ。水どこやったっけ。うん、これしかなかったの、コップが。
そしたらミハンテルペ、あ、そっか、明日までか、明日までしょ。全然わかんなかった。ちょっと待って、テロップね、入れるわ。うん、間違った。海、いや、オッケー。これさ、暑すぎて見てないんだけど、冷まそう。いや、じゃあそれまで。どうしようかな。パン行こう、食べよう。パン、うん、猫舌、いや、わかんない、猫舌なのかな。でもこれめっちゃ今激アツ今お湯入れたばっかりだから。ひょうこちゃんにメッセージを読んでもらう方は、ついても丸めの返事読む、どういうこと。 Twitter のコメント、ツイートとかの読んでますよ、見てますよ。丸めのさ、返信は Twitter でハッシュタグ評価メールって全部ひらがなね、やったら書いてくれたら見てる。うん、ありがとう、パラソルいつも乗せるの失敗するんだよね。くれちゃう。これメールでも書いたんだけどね、バラキッズの配信でちょこっとだけ見た、ユニットだけ見た。パンには何もつけるのがないんだよね。こう怖いんだよね、まだ暑すぎるからさ。しかもここベッドなのね。ベッドもうこぼしたら終わりだから冷めるまで待機。ネットエンジェル見た、見た、めっちゃ可愛かったんだけど。3人、リラちゃんも可愛いしさ、レミちゃんもひよこちゃんも可愛い。コント見なかったの。うん、ダンスの練習しなくちゃいけなくってさ、あ、やんなきゃと思って見るのやめちゃった。まだかな、死んでる。冷めない、全然上手。すごいしな、飲むのこうやってなんのれ、え、今日はレッスンないですよ。練習してただけですよ、自分で。レッスンはないよ、今日は。ずっと部屋にいる、一歩も出てない。いやね、コップ自体が熱すぎてさ、持てないんだよね。
今冷めるの待ち、スープが。え、これしかなかったの？これしか。これしかなかったんだよね。水入れたら、え、でも味薄まっちゃうじゃん。味薄くなるじゃん。あ、そうだ、梅派のやつね、表示されてた。昨日かな、昨日見たら表示されててね。そう、いたよ、海派の方にも。ヤマハは前くれたの、よかった。あと何、1500ぐらいだったかな、ぐらいでした。したら2000個で達成なの、確か。達成したらアバターがね配布される。ちょっと充電したいんだけど、暑いな。冷めない。今もう冷めない顔で、やばやば、今日冷めないかったらよ。今日食べれないじゃん。みんなパラソルかな、ありがとう。ありがとう。そう、熱い。あ、それそうだよね、さっき入れたお湯入れたばっかだもん。沸騰してすぐ入れた。お昼もパン、お昼何食べたっけ私。なんかお昼ご飯っていうのがずっとね、そのちょこちょこ食べてた。なんかこの間配信で見せたんだっけ、チョロギ、チョロギがね2つだけあってね、2つ食べなきゃなーと思って食べて、あとはね、その何食べた、わかんないや、どなた、そう、なんかあと差し入れでもらったやつと食べて残ったやつがあったから、それを消費した。であと、そう、そんな感じかな。遊びに行く、山より海、え、海じゃない？だって山に遊びに行く？登りに行くってこと？したことないな。海は、海、海っていうか、海か、海もあんま行かないかな。でも海の方がいい。キャンプ、キャンプしたことない私。
あとパラソル乗らないわ。バーベキュー一回だけあるような気がする、気がするだけだけど。小学校の頃にキャンプ、いやキャンプっていうかなんか、キャンプっていうか ロッジに泊まるみたいな、宿泊するみたいな、小学校の時にあったけど、なんかキャンプっていうのがなんか微妙な感じ。海で貝とか貝取ったことないな、取ったことない。潮干狩り、いや楽しいんだ、したことない。潮干狩り、貝なんか取りに行くとかしたことない。釣りとかいそう、嘘、釣り、なんか普通になんか釣りか、釣りはちゃんとしたことはない。川に遊びに行くこと？え、本当にちっちゃい頃、なんかおじいちゃんおばあちゃん家にいた時に一回川に行ったことある。何回か、一回じゃないわ、何回か行ったことあるから。最近は全く行かないですね、川に。牡蠣とか好き。牡蠣はね、牡蠣フライが好き。生牡蠣は食べたことない、キフライしか食べたことないんですけども。キフライめっちゃ好き。ハビット足を左するとかあるのかな、わかんない、わかんない。あんまりなんか潮干狩り行こうってなんないから、わかんない。ソースタルタル、食べるだけ、牡蠣フライ、なんかいろいろなんかつける、ソースもつけるし、タルタルソースは家にあればつけるし、でも基本ないから家にタルタルソース、お店とか行ったらあるじゃん、だからお店とか行ったらタルタルソースだけど、家で食べるときはソースかタルタルソースがあればつけるし、あとはケチャップとか。ヒョウインタルタルソース、そうなんだけど、なんかさあるじゃん、時々さお弁当とかさ、お惣菜にさついてるさ、袋に入ってるタルタルソースあるじゃん、あれをそう使わなくて冷蔵庫に入ってる時があって、そうなんかそういうのを見つけたらタルタルソースつけて食べる。カキフライ食べる時に見つけたら、家にあったらつけて食べる。入ったことある？田んぼ？あるっけ？ないかも。田んぼ？
なさそうな気がする。もう冷めた、まだ若干暑いんだけど、うん、まだ若干暑い。いや、なんかずっとこう持っとけるぐらいの温度がいいんだけど、それはちょっと無理。これじゃまだ、なんかさ、わかんない、グラスめっちゃ熱いんだけど。パン、あ、パン1枚残してる、まだ。あとは明日食べるやつ、明日の朝。これ、これはなんだっけ、なんだっけ、ポタージュ、ポタージュ、ポタージュ。いけるかな、いけるかな。その取っ手がないやつだからね、怖いんだよね。ストロー、これ、これストロー飲んだら死ぬくらい熱すぎて、え、多分ね、すごいことになると思う。やばい。ストローで飲んでたらびっくりしちゃうわ。チャレンジャーだ。日の声か、え、見たよ見た、ツインテールしてたよね、なんか高めの、高めだったよね、と可愛かった。めっちゃ可愛いユニットしてた、可愛い曲。うん、ユニットしか言ってないんだよね。ユニットしか見れなかった。サザエも食べた、サザエも食べたことない。ミサが茨城公園で何、ギャグ、ギャグしてた、ギャグ。マジで。あ、でもいい感じかも今。若干暑いけど、ずっと持ってたら暑いけど、いけるかも。かわいいや。うん、暑い。暑い手が。いや、もうずっと持ってたら普通に暑かったわ。えっ、ー、いけたと思ったのに。
なんかそんなで暑かった。スープ自体はそこまで熱くないの。コップが熱い。ちょっと待とう。氷ないよ。いや氷ない、部屋にない。何のスープ？ポタージュです。ポタージュ。危ない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 。斬新なくここしか置く場所がないんだもん。許して。ここしか置く場所がない。ノーマルポタージュ？ノーマル？ノーマルかな。わかんないけど多分ノーマル。この後ロンドン、嘘、この後ロンドンハーツ？嘘、ちょっと無音で見とこうかな。何チャンネルだ？あれ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 、何チャンネルあんの？わかんないし。なんで？あれ？番組表押してるのに、番組表で見ようとしたら変わんなかったわ。なんかなんで？わかんない。あら、あ、変わった。でもまだみたい。2時間後ってさっきコメントしてた。変わった。なんかどれだっけ。何見ようかな。まあつけてるだけなんですけど、出すの練習するから。あ、本当だ、当たった。 OK、 ここね、覚えとこう。え、面白そうなんだけど。売れっ子格付け。え、絶対面白いやつじゃんこれ。面白いやつじゃん。今は何、何したっけ。モノマネグランプリに変えた今。なんかドラマ当てたから。あ、でも無音なんですけど。モノマネグランプリ見てるのに無音で見るっていうね。全然わかんない、似てるとか。ちょっと面白そうだからつけてみたけど、その無音だったわと思って分かんないっていう。いや、もういけそう多分。いや、熱くなったら置けばいいや。
あ、もう結構いけるかも。パン入れよう。入れちゃう。すごいカメラ位置、うん、それはすごく思う。だってスープメインなんだもん。許して。置ける場所がないんだ。トロピカルバナナジュースやばくない？トロピカルバナナジュースにパン入れてんの新しいな。でも美味しそう。トロピカルバナナジュースってなんか名前が、名前からして美味しそう。に水入れるみたいに入れるよ。バレちゃった雑なの。アイスクの新作が増える季節です。あ、確かに。え、待って、めっちゃ楽しみなんだけど、めっちゃ楽しみなんだけど、アイスの新作、アイス食べたいな。この間は熊本ツアーの時にあれ食べた、サーティワンのコットンキャンディー、うん、フレーバーのアイス食べた。え、食べた。めっちゃ久しぶりに食べたのね、そのサーティワンのやつ。美味しかった。なんかさ、あれさ、いつも出てる？いつもある、いつもあるやつだっけあれ。なんか限定のやつかと思ってたんだけど、いつもあるやつ。分かんない。なんかその季節によってみたいですかな。どっちなんだろうね。分かんない。あの味好きなんだよね。このアバター京香ちゃんって、ん、それのアバター？どうなんてこと。私のアバターはないよ。どういうこと、どういうこと、待って、わかんない、わかんない。はい、ね、うん。
どうにも散ってる。適当だな。いいか。アバターあったらしい。アバターないんですよね。だからそのなんかこのなんだっけ、今のキャンペーンウォールデミックのヤマハウミハのやつがあるし、あれで名前入りのやつがもらえるから、そう欲しいなと思って、アバターがと思ってしてるんですよ。許可ちゃんじゃないの、誰のだ、わかんない。で誰の誰え、マジで誰のだろう。名前書いてるのかな、なんか、あ、口の下みたいな。でも見えないんだけど全然わかんないわ。京香ちゃんのアバターって Team4 の多田京香ちゃんですね。そう、名前一緒だけど名前一緒、惜しいそう、名前が一緒なんですよ。あ、今日かって書いてるんだ、あれ英語で。だからか今回頑張れば名前入りアバターもらえる。ちなみに今620票だって。そう、名前入りのねアバターが、そう、自分でデザインしたやつではないんですけど、名前入りのやつがもらえるから、ないより可愛いかなと思って。600何個って言ったよね今。だからあとそう2000個で達成、確かだから1300何個かなんですけど、そう、でも明日までなんですよね、ゴールデンウィーク中のやつだから。なのでよかったら皆さんパラソルの方を投げてくださると嬉しいです。ワターパラソルでも、そう、どっちでもいいんだけど、そう、なんか、いや多分パラソルの方が多いから今、そう、ミハって言ったからさ、私が。だから、どっちかだったら、パラソル、そう、どっちか2000個達成したらどっちか、ね、いいの、別にどっちでもだけど。なので、ぜひ、パラソルでお願いします。ありがとう、みんな、ここに。どっちでも OK なんですけど、どっちでもね、アバターもらえる。合計で、そう、合計じゃないの、片っぽだけなんですよ。片っぽだけ違うな、別々で計算されるんですよ。ありがとう、みんなありがとう。ちょっとだけパラソル投げてみた。ありがとう、嬉しい。パラソル。そう、なんか無料でもらえたりもするので、よかったらぜひそこでゲットしてみてください。
梅派に食べちゃいけない梅派にね、あの表示されてなかったんですけど昨日いました、見たら昨日いました。あ、そう、チャレンジってやつでもらえるので、その無料ね、無料でね、ぜひ。海鮮だと何が一番、海鮮だと一番一番か、ちょっと二つでもいい二つでもいい、サーモンといくら、ちょっと一つは無理だわ、決められないわ。なくなっちゃったっす。いくら美味しい、え、美味しいよね、わかる、いくら、わかるわ。なんか永遠に食べれそう、いくら。マグロ、あ、マグロも確かに美味しい、わかる、めっちゃ美味しい。なくなったか、あり、ごちそうさまでした。あと何個で、ね、なんかお知らせみたいなところでキャンペーンってところ、なんかゴールデンウィークのやつ開いたら、そのなんかなんていう、なんかね、下の方にね、 AKB グループのみたいな書いてるところがあるから、48グループかな、 AKB グループじゃない、48グループのみたいな書いてるやつがあるから、そこの URL を押せば多分出てきます。パラソルいっぱいありがとう、パラソルすごい、何個、2000個で達成になりますね。うん、電話番号を連携しないと見れない、あ、そういうこと、なんだって、みんな電話番号を連携したら見れるそうです。あ、ちょっと待って、私メール送らなきゃ、ちょっと待って、ちょっと普通に充電器抜こう、充電多分さっき前刺したからあるはずだから、ちょっと待って、もう一個の端末充電がなかった、ありがとう消えちゃったの、せようとしたらタイミングが合わないわ。今充電中充電がない、
なんかずっとねリュックの中に入れてて、今日やっとリュックから出したの。だから充電しなきゃ。タイミングが合わないキャラやだやだ、そんなキャラ嫌じゃない、いつもワンテンポ遅れてるみたいな。普段はねあんま使わないの、なんか配信とかドボンとかするとき、ドボン配信とかするときに使うから。普通に配信中にさドボンしないときは、普通に今配信してる端末でドボンしちゃうから、そういうときしか使わないからね。ずっと放置してたら充電がなかった。ありがとうね、みんなパラソル嬉しい。早く終わんないかな充電早く再起動してくれないかな。おにぎりの具もしたけど、おにぎりの具はおにぎりの具やばい、ね、20% だった。ちょっと待って、このままだ配信が止まっちゃうな。やばい、充電ができないの、どうしようか。なんかないかな、部屋に充電の通路みたいな。一瞬探してくるね。一応ないかもああダメじゃん、どうしようか。借りる？ちょっと借りようかな。ちょっと一瞬待ってね。一瞬ちょっと、ね、ちょっと待って。取りに行かないといけないわ。充電器を。どうしようか。どうしよう。ダッシュで行くでもね、あれだよね、止まっちゃうよね配信。それはあれだな、どうしよう。一旦切るのあり？一旦切るっていうか、なんか停止させるみたいな感じ。他の一回アプリをそう停止させたら多分大丈夫だと思うんだけど、これ停止させていってこようかな、急いで。ちょっと待ってね、靴下を出さなきゃ。あとマスク、これ停止させていくね。もう急いで帰ってくるから急がないと。
メールが間に合わなくなっちゃうしね。編集をさせていくのでちょっと待ってね。3分くらい無人島で切れるとか、停止させるから大丈夫。配信続けたままじゃなくて編集をさせます。何しよう。コジコジの靴下可愛いでしょ。コジ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 の靴下履いていこう。やばい、急げ急げ、時間がないぞ。ちょっと一旦停止させるね。